役者だなんて給料はあるの？親御さんは応援してるの？挨拶の場で矢継ぎ早に質問を投げかける義両親。なんだこの親は。失礼にも程がある。それに婚約者も婚約者で、両親に何も言い返さないでいるのだ。もし応援しているなら相当な世間知らずなんでしょうね。もう我慢の限界だった。私のことだけではなく、親のことすらバカにしている。しかし、このあと、ギャーギャーと他人を下に見ていた義両親に、制裁が下るのであった。私の名前は桜庭幸恵。私は今日も誰もいない真っ暗な部屋でため息をついていた。ただいま。誰が返事をするわけではないが、私は毎日学校から帰ると声をかける。いつからだろうか。昔はこんなにも寂しい家庭ではなかったはずだ。母さんに弟、父さんたちと映画を見たり、舞台を見たりと、休日にはいろんなところに行っていたように思う。しかし気がつけば部屋の電気は真っ暗で物音一つ立つ気配がない。母の幸は経営者だ。私が小さい頃に会社を建て、取締役として日々生活を送っている。そのために家に帰ってくるのは遅い。母さんは家を本当に寝泊まりするだけの場所だと勘違いしているようだった。さっきの思い出にもあるように、昔はそんな母親ではなかったのに。仕事を始めて人が変わった。もしかするともともとそういう性格だったのかもしれない。私たち子供の前では見せなかっただけかもしれない。とにかく母さんは超合理的な人間になった。父の当時も多忙な人だった。家に帰らないこともあり、長期の出張することもしばしばあった。仕事の関係上、休みを自由に取ることも難しく、私の授業参観や運動会などに父さんがいた記憶はない。昔は寂しくて母さんに泣きながら訴えたこともあった。父さんは、ごめんな、今度は絶対に行くからな、と指切りをしてくれた。だが、その約束が果たされることは今のところなかった。裏切られるたびに父さんへの信頼はすり減っていき、今では皆無だ。仕事が忙しいというのは理解できる。けれども、守れない約束はしてはいけないと、父を反面教師にして学んだ。そんな両親のいる家で育った私と弟の夏希は、その辺の兄弟よりも絆が深かった。いつも二人でいたし、幸い夏希は私に懐いてくれた。いつも、姉ちゃんと言いながら、私の後ろをとっとっとっと追いかけてくる様子は、我が弟ながら天使のような可愛さがあった。母の幸は料理が苦手だった。これは働き始めたからというものではなく、天性のものだと思う。まずいというわけではないが、決しておいしくもない。本当にただの無なのだ。それを自覚しているのかどうかわからないが、母さんはめったに料理しなかった。そのため、必然的に料理を含めた家事全般は、私がするようになっていた。もちろん、夏希の世話もだ。夏希が大きくなったのはほぼすべて、私のおかげだと思う。夏希の味の好みや、苦手な食材などなど、彼の好物は把握済みだった。母さんは、料理人になるわけでもないのに、料理が上達しても意味ないじゃないの。するなら将来役立つことをしなさいな。というだけで、私が料理をしていることに興味を示さなかった。私は夏希がいるからこそ、この家に残り、一緒に過ごしているのだろうと確信していた。夏希がいなければ今頃家を出て、一人でどこかに住んでいるか、友達や恋人の家に逃げ込んでいたかもしれない。そのくらい我が家は空虚だった。そんな私には抑えきれないものがあった。それは、知りたいという欲だった。父さんや母さんがいないときは、図鑑などを眺めて時間を潰していた。
何億年前の地球に存在していた恐竜たちがどう滅んだのか、どこまで進んでも真っ青な空はどうして青いのか、などあらゆる不思議なことを知りたい、解明したいと思っていた。好奇心旺盛だった私にとって、知らないことやできないことがあることは悔しかったし、知識や技術が増えることは最高の喜びだった。ただ両親は私の好奇心には興味がなかったようだ。将来は役者になるといいぞ。父さんと同じでお前は演技派だからな。父さんは何気なく将来のことを口にしたが、その言葉を聞いた私は心底吐き気がした。私には知らないことがたくさんある。それを一つ一つ見つけていきたい。大学に行って理系に進んで、といろいろ考えていた私には、父の言葉は無責任に感じ、苛立ちを覚えた。母も、あんたは文系なんだから、変な意地張らずに文系選択にしておきなさい、と言った。夏希だけだった。姉ちゃんがしたいことやりなよ。母さんたちはああいう人間だからどうしようもないんだから、諦めなよ。いちいち相手にしてる方がきついよ。将来のことで喧嘩をする私と両親に、夏希は助け舟を出してくれることがあった。高校に入って私は演劇部に入った。決して演劇に興味があったわけではない。まずは演劇部に入るんだな、そこからがスタートだ、と豪語する父さんは、勝手に演劇部の顧問の先生と話をつけており、入学早々私は顧問の林田先生に、桜庭さんは演劇部志望でしたね、3年間一緒に頑張っていきましょう、と初対面で言われた。しかも腹の立つことに私の演技は上手らしい。いいわよ桜庭さん、あなたになら今回の劇の主役をお願いできそうだわ、と林田先生は私の腕をつかんで目を輝かせた。父さんに勝手に入れられた演劇部ですぐに辞めてやろうと様子を伺っているとこうなる。結局私は逃げようにも逃げることができず、卒業まで演劇部であり続けた。練習そのものは楽しかった。友人たちと冗談を言ったり NG を出してしまったりと、みんなで劇を作り上げていくことは私の思い出にも強く残っていることだ。だが心苦しいこともあった。演劇の練習はかなり長時間であり、短い時間で練習が終わるなどほとんどなかった。そのため夏希のご飯の支度が遅くなってしまった。それでも夏希は何一つ文句言わず、私が帰宅するのを待っているのだ。夏休みに入ると練習もなくなり、家にいる時間が増えた。夏希は部活が日中あるので、帰ってきたらご飯をすぐに食べられるように用意しておくのが私の日課になっていた。夏希は帰ると私の作ったご飯を美味しそうに頬張りながら、学校での出来事を危機として話してくれた。そんなある日、夏希がいつも帰ってくる時間に帰らなかった。友達と遊びながら帰ってきているのかと思ったけど、異様に遅かった。少し心配しながら待っていると、玄関の扉がガチャリと開く音がした。駆け足で迎えに行くと、母さんだった。ああ今日も疲れた、と言って乱暴に靴を脱ぐ母さんの姿があった。私のキョトンとした顔を見て、何よどうかしたの、と尋ねる。夏希がまだ帰っていないことを言うと、大丈夫でしょ、中学生なんだから何かあれば連絡してくるでしょう、そのための携帯なんだから、と言って自室に戻っていった。私も心配のしすぎかと思って今に戻ると電話が鳴った。変な胸騒ぎがして、ゆっくりと受話器を耳に当てた。電話の声はこう言った。もしもし、桜庭夏希さんのご自宅ですか。夏希さんが事故に遭われました、すぐに来てください。夏希は下校途中車とぶつかって病院に搬送されていた。幸い命に別状はないものの、下半身に麻痺が残ってしまった。病室で私が夏希の手を握り
涙を流していると、父さんが慌てた様子で病室に入ってきた。顔面蒼白の父さんは、同じく顔を真っ青にした母さんに、なんですぐに探さなかったんだ。お前がしっかり見ておいたらこんなことにならなかったんだぞ。と、責め立てた。母さんも、責任を全部私に押し付ける気？何もしていないあなたに言われる筋合いはないわよ。と、口論を始めた。二人がああでもないこうでもないと言い争っている姿が、あまりにも滑稽で、かわいそうに思えた。私は静かに、二人とも夏希の前でやめて、今まで私たちのことを全然見ていなかったくせに、今さら親面しないでよ。どんなに私たちが寂しくても仕事を優先してた二人に心配されたくなんて、夏希もないわよ。私の言葉に、二人は黙った。何も言い返せない父さんは、無言で病室を飛び出し、母さんはその場に座り込んで、か細く、ごめんなさい、と言った。謝る相手は私じゃない。夏希に謝るべきだ。母さんは涙をこぼしながら夏希に向かって、ひたすらに謝罪をしていた。それから母さんは、人が変わったように家事に従事するようになった。今まで苦手だった料理も、簡単なものから手をつけ始め、今では少し凝った料理も出すようになった。夏希が家で静養するようになってから母さんは、夏希につきっきりで看病した。まるで今までの分を取り戻すかの勢いだった。合理主義だった母さんは、家事などを手際よくこなしていき、みるみる家事スキルを上げていった。料理も初めこそは美味しくはなかったが、試行錯誤して、今ではいろんなレパートリーを編み出している。母さんが作る料理の中でも、夏希が一番好きなのはアップルパイだった。母さんの作る焼きたてのアップルパイは世界一だよ、と夏希はニコニコしながら食べていた。母さんは家事に集中するため仕事を辞めた。母さんが持っていたすべてを捨てた。母さんが作った会社は、今では母さんのものではない。私、間違っていたのね。働いて稼げば幸せになれるって思ってたわ。お金があればどうにでもなるって。でも、全然違うのね。あれだけあった名誉も今はないけど、昔より幸せだもの。やっぱり子供と一緒にいるのが一番幸せね。と言い、夏希や私と一緒にいる時間が増えた。それに比べて父さんは、何も変わらなかった。すまないと言いながらも仕事に向かう後ろ姿を私は睨みつけていた。夏希が事故で大変な目に遭ってしまったが、母さんは改心して私たち兄弟をしっかり見てくれるようになった。それにもかかわらず父さんは昔とまるで変わらない。もはや夏希が事故に遭ったことを忘れてしまったのではないかと心配になるほどだ。確かに生きていくためにはお金が必要で、誰かが働かないといけないことは分かっている。それでもここまで仕事を優先させられたら、私たち子供は父親に何を求めたらいいのだろうか。父に対する気持ちが収まることなく、そのまま高校を卒業した。私は卒業後の進路として舞台役者を選んだ。父の進言通りに演劇部に入り、その道を目指すことになってしまったことは少々尺だが、自分が思っていた以上に演劇部での生活は板についていた。配役でも私は目立つキャラを当てられることが多かった。舞台に立つ楽しみを徐々に理解してしまっている自分がいることは高校生の途中で分かっていた。それでも反抗期の子供として一生懸命違う道を模索したのだが、最終的に舞台役者に落ち着いてしまった。まあ、紆余曲折したという点で、わずかに父さんに反抗したとみなしてもいいだろう。舞台役者になってよかったと最初に思ったのは、彼氏ができたことだった。役者として舞台で稽古をしていると、劇団メンバーだけではない舞台スタッフの方たちとも接点を持つようになる。照明や音響、舞台美術など、多くの裏方の人たちが
一つのお芝居のために動いていることを知った。高校生の舞台はあくまでも顧問の先生や部員たちでできる範疇のことばかりだったので、本物の舞台を見てここまでたくさんの人が関わっているんだなと感心したものだった。その裏方の一人に西原健という青年がいた。物静かであまり目立つ子ではなかったが、とても要領よく舞台を組み立てている姿に自然と視線が向いた。気がついたら私は彼に話しかけていた。最初はあまり会話も続かず、楽しいと思うほど長くおしゃべりをすることはかなわなかったけれども、何度も何度も話しかけていくうちに、ケンは見かけによらずキャンプが好きだということが分かった。私もアウトドアなことは好きだったので意気投合し、一緒にキャンプに行くことになった。そこからはトントン拍子に話が進み、交際をすることになった。ケンは見た目通りあまり喋る方ではないが、自分の好きなジャンルになると永遠に口を開いた。その日頃とのギャップに私は余計に惚れてしまった。饒舌になり、夢中で会話をしていてもたまに我に返って、あ、ごめん、また僕一人で喋ってた、と顔をあからめるところも可愛かった。彼の短所は、まあ、強いて言うならば、気が弱いところだろうか。喧嘩になってもケンは怒鳴るというよりも黙る。何か思うところがあっても基本何も言わない。口に出すのが苦手というのもあるようだ。そんなケンとも数年交際した後に結婚することになった。交際までなら別に何ともなかったが、結婚となればご家族に挨拶をしなくては今後の関係に支障が出る。交際している時ケンは、うちの両親は結構厳しくてさ、ゆきえちゃんにもいろいろ言いそうで、あまり会わせたくないんだよね、と言っていた。最初はふーんくらいで聞き流していたが、結婚するとなるとそういうわけにはいかない。渋るケンをなんとか説得して義両親と会う日程を組んでもらった。お邪魔するためにどんな服を着ていこうかと悩んでいると、ケンから、なんかうちの家族がそっちに直接伺うって言ってるんだけど大丈夫？と言ってきた。こっちに来るんだ、なぜ？と思ったが、家族にも紹介したかったので、私は二つ返事で了承した。私は念のため家族と言っても、母さんと夏希には結婚相手の家族が来ることを伝えた。まあまあ、それなら何かとっておきのものを作っておかなくちゃね、と言って母さんは料理本を手に何にしようかと悩み始めた。夏希の事故からもう10年以上経過しているが、母さんは未だに家事スキルの磨きに精を出している。料理は普通にお店レベルだし、掃除も完璧だ。家の中で埃を見ることは一切ない。さらに好奇心旺盛な母さんは時間を作っては英会話などにも通った。今では5カ国語くらい話せるらしい。私としては母さんは仕事を辞めて正解だったと思う。あの頃の母さんは確かに稼げていたのかもしれないが、今よりも辛そうな苦しそうな表情で毎日を過ごしていた。ため息をつく回数も多く、決して充実した日々を送っているようには見えなかった。それが今では生き生きとしており、楽しそうにヨガや英会話、料理教室に通う姿は娘としても安心する光景だった。夏希はあれからも下半身に麻痺が残っていた。当時に比べるとかなり良くなって、自分一人でできることも大幅に増えていた。それでも不安定なところがあるので、極力家族の誰かが手助けするようにはしていた。もちろんそれは夏希が助けを求めた時だけで、何でもかんでもやってあげるわけではなかった。父には何も伝えていなかった。意地悪で言わなかったわけではない。どうせ言ったところで何と返答が来るかは予想ができたからだ。私が父さんに伝えていないことは母さんも夏希も分かっていたようで、いらないことだとは思ったけど一応伝えたからね、と
夏希から LINE が届いた。その少し後に父さんからも LINE が来た。すまんな、その日は仕事なんだ。少しでも早く切り上げられるように頑張る。何を頑張るのだろうか。そもそも頑張ってどうにかなるなら、結婚相手の家族が来るのだから仕事を休むべきだ。父さんはいつも腰が低く、すまんな、という割には仕事を優先する姿勢だけは崩さない。変なところが頑固なのだろう。県の義両親が我が家に来る日が来た。掃除は念入りにされ、いつも綺麗な家がピカピカと文字が浮かび上がるほど綺麗にされていた。母さんはオーブンの様子を逐一見るためにキッチンから出てこない。夏希も車椅子でリビングに降り、いつ義両親が来てもいいように準備をしていた。インターホンが鳴った。私は小走りで玄関に向かい扉を開く。そこにはいつもの健と義両親が立っていた。私は頭を下げ、お初にお目にかかりますと自己紹介を始めた。その瞬間、あなたのことはあらかた健ちゃんから聞いています、くどい話は結構よと義母が言った。突っ込みたいことが多かった。まず人が挨拶をしているのにそれを遮るとは何事か。しかも自己紹介をくどい話だと言ったのだ。意味がわからない。県から聞いていた厳しい家族とは意味が違う気がする。厳しいというか普通に礼儀のない義両親だ。それに加えて健ちゃん、ちゃん付けで呼ぶお母さんなんてスマルオのママくらいじゃないだろうか。私が固まっていると、客人を外で待たせるのかこの家は、と義父が眉を潜めて低い声で話す。そうか、こいつらは品性のかけらもないやつだが、健の両親、つまり結婚したら身内になる人間なのだ。ここは円滑な人間関係を築く必要がある。私はすみませんと謝りながら三人を中に通した。リビングでは甘い匂いが漂っていた。きっと得意なアップルパイを焼いているのだろう。この甘い香りは本当に落ち着く。まあ何この甘ったるい匂いは、しかも焦げ臭いじゃない。ダメだ、この香りを堪能できない人とは打ち解ける自信がない。はじめまして、姉がいつもお世話になっております。車椅子に座る夏希がリビングに入ってきた3人に対して挨拶をする。健は夏希に会ったことがあるので、いつもと同じように、ああ、久しぶり、元気にしてた？と返す。対して義両親は、まあ弟さん、障害を持ってるようだけど大丈夫なの？こんな家族と結婚して、と義母が衝撃の言葉を発した。さらに義父は、おい、将来あの子の面倒を見ろなんて言われないだろうな、と心配そうな顔で健を見ている。こいつらは何を心配しているのだろうか。演劇で培った演技力もこの義両親の前では何の意味もなさなかった。苛立ちや不満が顔に出てしまう。自分のことだけならまだ我慢はできたが、弟のことまでコケにするとは、いい度胸だ。それに剣も剣だ。自分の両親の言動に何も注意をすることがない。多少言い過ぎだよ程度しか両親には言わないのだ。義両親も剣の言葉に耳を貸すことなく、次々と私たち家族をコケにするような発言をしている。そんな最悪の状況の中、母さんが焼きたてのアップルパイを持ってリビングに来た。どうもすみません、お出迎えもできませんで、ちょうど皆さんにこれアップルパイを食べていただきたくって。焼きたては美味しいですよ。母さんが持ってきたアップルパイを見た義父は声を出して笑った。いやはや高級菓子でも出てくるのかと思えば手作りのアップルパイですか。普通こういう時にはそんな低俗なものは出しませんよ。
岐阜の言葉に母さんは、そうですわよね、と笑っているが、目は笑っていない。かなり切れているとは思うが、私との関係を気にして、口には出さないようにしているようだった。さらに岐阜は口を開く。ケンから聞いたんですがね、幸恵さんは舞台役者をしているそうですが、それは本当ですか？はい、舞台練習をしているときにケンさんと会ったんです。私の返事に義父は深いため息をついた。こいつはただ世間を知るためにバイトをさせていただけで、裏方なんて誰でもできるようなものをケンがするわけないじゃないですか。それに我が家は全員が有名国立大を卒業しているんです。それが高卒で舞台役者なんて人生捨てたような人間が彼女だなんて、最初聞いた時は冗談かと思いましたよ。夏希は上半身を乗り出して、どうしてそんなことを言うんですか、ひどいじゃないですか、と義父を糾弾した。しかし義父は顔色一つ変えずに、現実を見たまえよ。君も体が不自由で不便しているから、ケンのような心優しい人間につけ込んで自分の世話をしてもらおうとしているんだろ。私は親としてこんな結婚は認められん。それに今日はお父様おられないようですな。こんな大事な時にいないなんて父親失格ですな。それとも出稼ぎか何かですか？岐阜の傍若無人な言いぶりについに母さんが切れ、はあ？と言いかけた時、リビングの扉が開き、父さんが入ってきた。父さんはリビングに入っても黙っていた。黙って義両親を一別して少しうつむいた。最初に口を開いたのは義母だった。あら、もしかして赤坂童子じゃない？義母の言葉に義父は、赤坂童子、誰だそれ、とハテナを頭に浮かべる。あなた知らないの？今期の大河ドラマの主人公をしている俳優よ。渋くてイケメンなのが人気なのよ。興奮しているところ悪いが、義両親に会ったのなら紹介せねばなるまい。こちら父です。一言でいいだろう。なんなら私より義母の方が父さんのこと詳しそうだし、私の紹介を聞いて義両親は目をまん丸くする。はじめまして、幸恵の父の当時です。仕事は俳優をやっております。決して出稼ぎでいなかったわけではありませんよ。父さんがいつもよりも低い声で話す。うだつの上がらない男の姿はどこにもなかった。父さんの正体を知った義両親は、俳優で成功されてるんですね、あはは、と作り笑いを浮かべていたが、父さんが、先ほどから扉の向こうで聞いておりましたが、あなた方の家族への態度は許せません。即刻お帰りください、と怒気をはらんだ口調で言う。義両親は何か言おうと口をパクパクさせていたが、帰れと言っているんだ。ここは私たちの家だ。自分の家族をバカにされて何とも思わない父親がいるものか、と怒鳴られ一目散に逃げていった。帰ろうとするケンに父さんは、ケン君、君たちの関係にとやかく言うつもりはないが、今回の君の行動はとても残念だ。別に両親に文句を言えと言っているわけではないがね、もっと妻になる娘をかばってくれてもよかったんじゃないかね。こんな状況だと君らが結婚して円満な生活を過ごせるとは思えない、と言葉をかけた。私の両親がケンの両親に激怒したことは近所でも有名になった。あの時の父さんの怒鳴り声は両隣のお家にも聞こえていたらしい。幸恵ちゃんの婚約者が当時さんを激怒させたらしいわよ、と主婦たちの噂話で一気に広まった。週刊誌にも取り上げられるほどで、近所に住んでいないケンの家の周りでも周知の事実になってしまい、あの人気俳優をキレさせるなんてどんな家庭なのかしらね、と噂話の格好の餌食となり、ケンの両親は
片身の狭い思いをしているらしい。ケンとの婚約は一旦破棄された。ケンの性根が治ったらまたということになり、毎日父さんがケンに性根を叩き直す説教を食らわせている。ケンの両親との一件で初めて父さんの父親らしい姿を目撃した。いつもニコニコして謝る父さんが、私のため家族のために震えるほど怒り怒鳴るなんて想像もできなかったことだった。それは夏希も同じようで、まさかあんなに怒るなんて思わなかったよ。俺が怒られてるわけじゃないのに俺までビビったよと笑っていた。ケンの家のことは正直残念だった。ケンのことは好きだし、これからも一緒にいたいと思っていたからこそ、あの両親の言動には心底呆れ返ってしまった。だがその一方で、父さんの見たことのない一面を目撃することができて、子供として少し嬉しい気持ちもあった。だがそれと同時に、もっと早くその姿を見たかったと思うこともあった。どうしていつも仕事仕事で私たちに構ってくれなかったのだろう。義父が言ったように、どんなに忙しくても結婚相手が来るとなれば、仕事くらい休んでくれてもいいのではないだろうか。そう考えを巡らせていると、前にさ、俺が事故に遭ってから母さんが看病してくれた時の話なんだけどさ。そう切り出した夏希は、私の知らない母さんとの話をしてくれた。母さん、俺が事故に遭った後の病室で姉ちゃんに言われたこと、ものすごく心に響いたらしいんだよ。私はね、幸恵が言ったみたいに、あなたたちのことをまるで見てなかったの。仕事をして帰ってくる、そしてまた仕事に向かう、その繰り返し。決してあなたたちが邪魔だとか嫌だとか思ってなかったの。でもね、お金さえ渡せば自分で生きていける、勝手に大人になっていけると思ってたの。でもそれは違ったのね。親の愛情を受けるからすくすくと育つし、親も成長すると思うの。確かに当時は稼ぐことが生きがいだったけど、今となっては本当に虚しいことだったと実感するわ。どれだけお金を稼いでも一瞬でなくなるのね。今の私には何もないのよ。でもあなたたちはいる。家族の縁はそうそう切れるものではないし、捨てられるものでもない。だからこそ見失いそうになるけど、何よりも大事なものなのよね。夏希と幸恵のおかげで、私はその大切なものを気づくことができたわ。ありがとう。これからはどんどん恩返しするからね。って母さん泣きながら言ってたよ。お姉ちゃんには言わないでねって言ってたけどね。夏希はクスクス笑いながら母さんとの思い出話をしてくれた。私は正直悔しかった。夏希は私の知らないところで母さんとの思い出を作ってる。私は母さんとの関係が良好になったとはいえ、そこまで夏希や父さんに内緒の女の秘密なんてものはない。いいな。そう思っていると、不意に部屋に香ばしい香りが漂ってきた。まったく、秘密だって言ったでしょ。母さんがアップルパイを持って後ろに立っていた。母さんは何かになりたいとかあるの？夏希が尋ねる。また話をそらそうとして。母さんはアップルパイを小皿に取り移す。だって俺がいつか健康体になったら、母さんは俺の面倒を見なくてもよくなるだろ。そうなったら今よりもっと自分の時間が取れるし、何か働くのかなって。夏希の投げかけに母さんは少し悩んで、私家政婦なんてどうかしらと言った。予想外の言葉に私は夏希と目を合わせる。家事スキルも上達したし、それなりに凄腕だと思うの。ホテルで働くっていうのもいいけど、やっぱり私は家庭に入りたいかな。私みたいに親子の絆が固まってしまったご家庭の手助けが少しでもできたらいいなって思うし。私たちの顔を見た母さんは、そんなに驚くことじゃないじゃないの。
それに変わったのは私だけじゃないのよ。と言って一つの動画をスマホに送ってくれた。その動画に映っていたのは父さんだった。父さんが何かの会見で話をしているシーンだった。私にとって俳優として世間の皆様に感動を届けることが人生においての最優先事項だと思っていました。皆様の拍手が、皆様のお褒めの言葉が私の全てだったんです。そうやって長年過ごしてまいりました。それが正しいことだと信じていたのです。それにこの考えは家族にも敷いていました。仕事が大事だからみんなも我慢するようにというふうにね。働いて稼いでいるから文句はないだろうと。10年ほど前に息子が事故に遭い、下半身に麻痺が残りました。一人で生きていけないことはないのですが、不便な生活になったことは確かです。それに伴って仕事人だった妻は仕事を捨て、家族に全てを捧げるようになりました。それでも私にとって舞台で活躍することが一番だったのです。妻も息子も娘も皆は家族に顔を向けていた中、私だけが仕事でした。息子には事故に遭って辛い思いをさせましたが、働き続けたらいつかは皆分かってくれると信じていました。しかし不運は娘にも襲いかかりました。娘の結婚相手の両親にひどい扱いを受けたのです。週刊誌などでも取り上げられましたから、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。私のせいであらぬ目で娘が見られ、屈辱的な気持ちにさせてしまったのです。私は義両親からいろいろ言われている様子を盗み聞きしておりましたが、聞いているとふつふつと怒りがこみ上げてくるんですね。その怒りが私に大事なものを教えてくれましたよ。やっぱり家族なんですね。仕事じゃない、家族なんですよ。家族がいるから仕事が頑張れる。仕事をしているからと家族を辛い目に遭わせてもいいなんてありえないんですよ。それ以降私が舞台に立つ理由は、家族に胸を張るために変わったのです。画面に映し出された父さんは頭をかきながら話していた。まあこれも見てはいないんでしょうけど、いつか私の気持ちが届けばいいなって思います、と付け加えた。私は涙で画面をクリアに見ることができなかった。父さんの気持ち今知ったよ。夏希は今日もリハビリのために病院に向かう。最初はいやいや言っていたが、最近は回復の兆しが現れてやる気が出てきたようだった。母さんも訪問先に向かうためメイド服を着る。胸元には幸と名札がされている。私もこの格好だとまだまだいけるわね、と怖いことを言いながら身支度を整える。父さんは自分が出ている舞台の録画を見ながら、ああでもないこうでもないとブツブツ言っている。私は舞台の勉強も兼ねて、その父さんのブツブツに付き合ってこうでもないと話す。家族のあり方はそれぞれだと思う。だけどどんな家族も温かく安心感のある家庭を築きたいと思うのは自然のことだろう。かつての桜庭家にはなかった温かさが、夏希の事故や私と義両親との一件があってから家の中に灯ったように思う。いろんな家を巡る母さんにはその家を温かく灯してほしい。父さんにはお茶の間を温かくするような演技をぜひやってほしいと思う。日だまりの中であった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前、俺の財布から金を盗んだだろうが、早く返せ。そう怒鳴られている左腕に入れ墨の入っている青年に俺は見覚えがあった。先日俺がスマホを落とした時に拾ってくれた青年だったのだ。そして後日コンビニに行くと青年がいて、俺たちは仲良くなっていた。そんなある日、コンビニに行くと突然その青年は俺の目の前で胸ぐらをつかまれ、金を返せ
と怒鳴りつけられていたのだ。は？俺、そんなことしてませんけど。ぶっきらぼうに語る彼は、なんだか切ないように見えた。嘘つくな。お前以外に誰が金を取るんだよ。胸ぐらをつかんでいる男性がさらにヒートアップする。俺のスマホを拾ってくれたこの青年が、そんなことをするわけがない。やめろ。そう言って俺はいつの間にか仲裁に入っていた。世の中には見た目で人のことを判断する人がたくさんいる。しかし、旗からは悪に見えるこの純粋無垢なこの青年と、俺の数奇な出会いが俺たちの人生を好転させたのだ。これは、YouTuber として活躍する俺と俺のメンバー、そしてこの青年が日本を驚かすまでの物語だ。皆さんこんばんは。ショーマストゴーオンのショーです。ショーマストゴーオンの止まらない毎日を見に来てくれてありがとうございます。早速ですが、今回はサムネの通り、ショーのゲーム実況の回です。ご存知の方も多いだろうけど、この回では俺だけが登場してます。他のメンバーには画面から見えないところでヤジを飛ばしてもらいます。なので、他のメンバー目当ての子はごめんね。それじゃあ前置きはこんな感じで。こんな感じってなんだよって言うなって。今回はこのゲーム。赤い服を着た人がピンクの服を着た人を助けに行く RPG をしていきます。俺、いつもながら叫んだりうるさいかもしれないけど、最後まで見てくれると嬉しいな。じゃあ、始めまーす。俺の名前は佐々木翔。翔という名前で動画配信をしながら生計を立てている20歳だ。俺は4人の仲間とショーマストゴーオンというグループ名で、止まらない毎日というチャンネル名で、主にゲームや〇〇をやってみたなどを配信している。俺たちはすごく有名というわけでもないが、最近やっと軌道に乗り始め、少しずつ世間に知名度が出てきている。チャンネルを立ち上げた当初の俺たちの目標だったチャンネル登録者数1万人ももうすぐ達成しそうで、突破した暁には何か企画をしようと考えている。動画編集は自分たちでやっており、企画会議に撮影にと毎日がとても慌ただしいが、自分たちが作った動画の再生数が伸びていくのは嬉しいし、 SNS で宣伝をすればそれに反応してくれるファンのみんなもいて、ますますやる気になる。俺たちはできるだけ毎日動画投稿や配信をするようにしていた。けれど、そんな毎日を過ごしていると本当に慌ただしくて、動画編集が結構ギリギリになることもあった。動画編集担当の人を雇うとか考えないといけないかな。俺たちは自分たちだけで全てをやることに少しずつ限界を感じていたのだった。その日、俺はみんなでニードルフェルトをやってみたという動画を撮影することになり、手芸店に必要な材料を買いに行っていた。この後はメンバーと合流してさらに打ち合わせをする予定だ。他にも必要な買い物をして、時計を見ると少しだけ時間に余裕ができたので、俺はフラペチーノを飲もうと思い店に入った。今日は疲れたからチョコもたっぷりかけて、トッピングをもりもりにしてもらおうかな。なんて考えながらスマホを取り出そうとカバンを開くと、え？そこにはスマホがなかった。さあ、と一気に全身から血の気が引く。嘘だろ？もしかして落とした？カバンをひっくり返す勢いで探したけれどないし、買い物袋の中にも入っていない。待て待て、思い出すんだ。百均と手芸店で買い物をしたときは、確実にスマホは手元にあったはずだ。ということは、この店に来るまでに落としたのか？俺は慌てて店から出て、ここまで来た道を戻ることにした。道を凝視しながら歩いてみたが、
見つからず、さっき買い物をした店にも行ってみたが、スマホは届いていないと言われてしまった。こうなればもう交番に行くしかないと考えて、近くの交番に駆け込んだ。すみません、俺のスマホが。交番には警察官の人と若い男性が一人いた。え、もしかしてこの人補導されてきた？と思ってしまったのは、彼の見た目がすごく派手だったからだ。男性は黒のマスクをつけて、両耳にはピアスがたくさんついている。しかも左腕にはタトゥーが目立っていた。見た目だけだとビジュアル系バンドをしている人にも見えてくる。交番にすでにいた二人からの目線が俺に注目していた。まあ自分でも思うくらいには、すごい勢いで交番に突っ込んでいったからだと思う。どうされましたか？警察官の人が優しく声をかけてくれる。俺、スマホを。と言った時に、ピアスでタトゥーの男性の手に見覚えのあるスマホがあるのを見つけてしまった。あ、そのスマホ俺の。俺はスマホに向かって指を指し、また大声で叫んでしまった。ああ、この人が道で拾ったと届けてくれてね。持ってきてくれたところなんだよ。うわあ、本当ですか？ありがとうございます。スマホが見つかったことに今にも泣きそうな俺を尻目に、ピアスでタトゥーの男性はペコッと会釈をしてくれた。それからスマホの中身を確認させてもらい、免許証を確認してもらってから、俺の手元にスマホが戻ってきた。スマホに頬ずりしながら、改めて男性にお礼を言った。本当にありがとうございます。何かお礼を。いや、大丈夫っす。じゃあこれで。あ、せめて連絡先を。と言っている間に男性はそのまま交番を出て行ってしまった。もっとお礼を言いたかったし、お礼もしたかったな、と思っていると、スマホから着信が鳴り響いた。画面を見るとメンバーからで、そこには鬼のような着信と LINE の連絡が。しまった、もうみんな集まってるのか。俺は改めて警察官にもお礼を伝え、慌てて交番を飛び出して、メンバーの元に向かったのだった。そんなことがあってから一週間くらい経った日、俺は近くにあるコンビニに買い物に来ていた。商品を選んでいると、コンビニの制服を着て品出しをしている店員さんが目に入った。その人をよく見てみると、先日俺のスマホを拾ってくれた男性だった。あ、君は先日のスマホの神。は？俺が思わず言ってしまった言葉に、不審者を見るような目で見てくるスマホの神。よく見ると左腕には黒色のアームカバーをつけている。それによく見たら俺と大して変わらない年齢な気がするな。君、この前俺のスマホを拾ってくれた人だよね。あの時は本当にありがとう。ああ、いえ。ペコッとまた会釈をしてくれたので、俺も改めて頭を下げた。ここで働いてるの？はい、今はここで働いてるっす。ショーマスのショーさんっすよね。え？ショーマスというのは、俺たち、ショーマスとゴーオンを略した言い方だ。いつも動画見てます。チャンネル登録もさせてもらっています。なぜか照れたように言う彼に、俺は、え？マジで？と大声を出してしまった。まさか、スマホの神が俺たちのチャンネル視聴者だったなんて。ショウさんのゲーム実況も好きですし、オンさんのミュージカル動画も、マストさんのアテレコ動画も、ゴーさんの料理作る動画も好きっす。昨日のみんなで、ニードルフェルトする動画もすっごい静かな動画すぎて、めちゃ笑いました。みんなでカニ食べ食べてる時くらいの静かさで、面白かったっす。すっごい見てくれてるな。みんなでカニ鍋食べたのって、多分1年くらい前の動画だぞ。
これはだいぶ子さんのオーディエンスと見た。彼の名前は青木達也くんといって、現在はフリーターでこのコンビニで働いているらしい。憧れの翔さんと話せて嬉しかったっす。そうやって笑う達也とはなんとなく仲良くなれそうな気がした。それから俺はそこのコンビニに定期的に通うようになり、達也が店にいるときはよく話すようになり、俺たちは少しずつ仲良くなっていった。仲良くなっていくにつれて、達也のことを徐々に知っていくことになった。達也はやはり俺より2歳下の18歳だった。左腕だけにつけているアームバンドの下には、やはりタトゥーが彫られているのだが、コンビニのような接客業では、やはりタトゥーはいい顔をされないので、仕事中は隠しているらしい。見せてもらったが、ドラゴンがこちらを睨んでいるデザインだけど、添えられるように彫られている花とのバランスがすごくいい。綺麗なデザインだな。俺のこのタトゥーは、俺の兄みたいな人が彫ってくれたんすよ。兄みたいな人？それから聞いた達也の人生は結構波乱万丈だった。俺の両親は仕事がとても忙しい人で、ほとんど家にも帰ってこずにお金だけがテーブルに置いてあって、なんか買って食べなさいでした。外食に飽きちゃって自分でご飯を作ろうとしたら、まあその時に火傷をしてしまって、それがあざになった感じです。でもこのあざのせいで、小学生の時から嫌がらせを受けることも多くて、それで俺も学校に行かなくなって家にも帰らなくなったんですよ。父親がサラリーマン、母親がパート、妹が一人という至って普通の家庭で育った俺からは想像もつかない話だった。そこで家にも帰らずに夜の駅前を歩いていて出会ったのがその人です。その人はタトゥーの彫り師だったんですけど、いろいろと俺の世話もしてくれて、そんなにあざが気になるなら、俺がタトゥーを彫って隠してやるよって言ってくれて、これを彫ってくれたんです。いい人だな。でも、その人はちょっと前にバイク事故で亡くなってしまって、もう二度と会えないんですけど、このタトゥーのおかげで兄貴を近くに感じられるというか、俺の宝物なんです。そのタトゥーは今でも達也に勇気をくれるそうで、将来的にはその人と同じで彫り師になるのが夢なんだという。達也もこうやって誰かに勇気を与えられるようになりたいと思っているそうだ。俺たちもみんなを笑顔にしたいと思って動画配信を始めたから似たような感じだな。翔さんたちのチャンネルマジで面白いから、俺は十分笑顔にさせてもらってますよ、と達也は笑った。夢を語り合った俺たちはまた仲良くなった気がする。そんなある日、俺は今日も達也が働くコンビニに来ていた。今日は俺が動画編集を担当するので、栄養ドリンクとか甘いお菓子を買いに来たのだ。店には達也はおらず、今日は休みなのかもなと思ってレジを済ませた。店から出ると、店の通用口の近くで飲み物を飲んでいる達也を見つけた。達也、休憩中？翔さん、今日も来てくれたんすね。はい、休憩中です。そして達也と話をしていると、突然通用口がパンと大きな音を立てて開いた。あまりの音にびっくりして、ひょいとか変な声が出てしまったが、通用口から出てきた中年の男が取った行動で、そんなことは気にしていられない事態になった。おいクソガキ、てめえよくも俺の財布から金を取りやがったな。金返せよ泥棒。通用口から出てきたその男は、そんなことを言いながら達也の胸ぐらを掴んできたのだ。は？お前、俺の財布から金盗んだだろうが。は？俺、そんなことしてませんけど。達也が冷静に言い返すが、その言い方が気に入らなかったのか。嘘つくな。お前以外に誰が金を取るんだよ。と、男性はさらにヒートアップした。
俺の財布の札入れのところにはチャックがついてるんだよ。その中に2万も入れてたのに、チャックが開いてて札が全部なくなってんだぞ。早く金を返せ。だから俺じゃないって話せよ。結構な大声で叫ぶおじさんの腕を達也がつかみ話そうとする。俺は2人の間に入り、お互いを話させようとする。もうもみくちゃだ。落ち着いてくださいよ。この達也がそんなことするわけないじゃないですか。こいつは俺の落としたスマホを交番に届けるようなやつですよ。そんなこと関係あるか。金を盗むなら犯人はこいつしかいねえだろうが。いや、他にも容疑者はいるはずでしょうが。もしかしたらおじさんが落としただけかもしれないし、こいつが犯人って勝手に決めつけないでくださいよ。ちょっと何の騒ぎ？俺たち3人が言い合いをしているところにもう一人の声が聞こえた。声の方に視線を向けると、通用口から誰かが顔を覗かせている。店長。どうやら店長のようだ。こいつが俺の金を盗んだんですよ。おじさんが達也を指さしてそう叫ぶので、だから盗んでねって。達也はそんなことしないって。俺と達也の叫び声が重なった。金を盗む？青木くんが？と言いながら店長が姿を現す。そうですよ。俺がロッカーに入れてた財布から2万取ったんですよ、こいつ。だからと達也が言いかけたところで、さっき山本くんのロッカーの近くで1万円を拾ったんだけど、これじゃない？と言って店長が1万円を見せてきた。一気に場がシーンとなる。そんなわけ。いや、本当に山本くんがロッカーから出て行った後に僕が入ったら落ちててね。現金だったから事務所で預かろうと思って持ってたんだよ。するとおじさんは達也の胸ぐらを掴んでいた手を離し、通用口から中に入って行ってしまった。俺たちは慌てて追いかけた。たどり着いた先はどうやらロッカールームで、おじさんは自分のロッカーをバンと開けた。俺も後ろから覗いてやると、そこには1万円が落ちていた。店長が拾った1万とおじさんのロッカーの中にある1万で合計2万。結局札入れの部分のチャックを閉め忘れたまま財布を持って落ちたということなんだろう。ロッカーの近くに落ちていた1万円は店長が持っていたため気づかず、財布から中身がなくなり、それが達也が盗んだと勘違いしてここまで騒いだということだ。ほら、結局全部おっさんの勘違いだったじゃん。達也は取ってなかったじゃん。俺がここぞとばかりにそう叫ぶと、達也も、俺じゃないって分かってもらえましたか？と鼻で笑った。チッ。おっさんは盛大に舌打ちをした後、だいたいこのガキが紛らわしい見た目をしてるのが悪いんだよ。こいつ左腕には入れ墨なんてしてやがるし、そんなやつ信用できるわけないだろう。とこちらに負けないくらいの大声で叫んできた。はあ？まずは謝るのが先だろうが。疑って悪かったって達也に言えよ。だから盗みをしそうなこいつが悪いんだよ。俺は悪くねえ。そう言い残しておっさんはロッカーから出て行ってしまった。お、大人げなさすぎる。ああ、まあ青木くんもそんな見た目してたら疑ってくださいって言ってるようなものだしね。君のことはあまり信用していなかったけど、やっぱりこういうことになったね。と突然言い出したのは店長だ。確かに仕事は真面目にしてくれるけど、やっぱり人は見た目が第一っていうか、いろいろと誤解を生むし、堀氏を目指しているっていうのもね。雇った張本人がそんなことを言い出して、俺の怒りはピークに達しそうになっていた。はあ？じゃあなんで達也を雇ったんだよ。そんなの人手不足だからに決まってるじゃないか。シフトに入ってくれる人なら誰でもよかったからだよ。達也は黙ってうつむいたままだった。あの後、青木くん、今日はもう帰っていいよ。と店長に言われた達也と一緒に
俺は近くの喫茶店に向かい合って座っていた。はぁ、とため息をつく達也は見るからに落ち込んでいた。大丈夫か？俺、これまでもこんな感じでクビになったことは何度もあるんですよ。タトゥーがあるからって悪いやつだって判断されることが多くて、だからこそ人より真面目に仕事しているつもりなんですけど、いつもこうなんですよ。いよいよ、見た目で判断して金を盗んだって思い込む方がおかしいからな。お前は全然悪くない。は、仕方ないですよ。多分もうあの店で働けないんで、次の働き先を見つけないと。俺は励ますけれど、全く効果がないようだ。真面目に仕事をしていると評価されるのに、見た目だけで判断されて、あんな嫌な思いをずっとしてきたのか。と思うと、あまりに達也が理不尽で、かわいそうだ。決めた。達也、あの店で働けないなら、俺と一緒に働かないか？もちろん給料はちゃんと出すから。俺の提案に達也は目を見開く。え、俺のところって？ああ、俺たちと一緒にエンタメをやろうぜ。俺たちって、あの、正末の？そうだ。見た目で判断されるなら、判断されない仕事をしてもいいと思うんだ。動画配信なら、見たい人しか見ないから、達也も気軽にできるんじゃないか？俺はそう思ったのだが、達也は、いや、でも、俺こんな見た目だし、あ、でも、裏方ならやってみてもいいかな、と、もじもじしながら言ったので、俺はそのまま達也をメンバーのところに連れて行くことにした。というわけで、この達也をショーマスの裏方として雇うことにした。ショーって、いつも事後報告だよな。というのはメンバーたち。達也は、うわぁ、正末の皆さんが目の前に。と、すごく感動してくれている様子。俺はメンバーに達也のこれまでの話をした。するとメンバー全員が、俺たちと一緒に頑張ろうぜ。と言ってくれた。マストに至っては、そんな人生よく頑張ったな。と泣いている。達也とメンバーたちはすぐに打ち解け合い仲良くなることに。こうして達也は俺たちショーマスのスタッフとして働いてくれることになった。達也には主に動画編集をお願いすると、皆さんのお役に立てるように動画編集について勉強しますと独学で編集についても学び始めた。達也はやはり真面目だなと思った瞬間だった。それからも俺たちは相変わらず毎日の動画投稿を続け、チャンネル登録者も順調に増えてきた。はい、皆さんこんにちは。ショーマストゴーオンのショーです。今日も見に来てくれてありがとうございます。さて、今日はお知らせがあります。なんと、俺たちのチャンネル、止まらない毎日の登録者数が2万人を突破しました。皆さん本当にありがとうございます。1万人突破が最初の目標だったのに、いつの間にか2万人を突破してました。みんな本当にありがとう。というわけで、2万人突破記念に何かしたいので話し合いたいと思います。1万人突破では、みんなで得意分野のシャッフル動画をしたいよな。それよりさ、俺気づいたんだけど、なんかみんなで騒ぐ動画よりも、前にみんなでニードルフェルトをした回とか、みんなでカニ鍋を食べた回とかの方が、再生数が多かったり、好評だったりするんだよ。俺がそう話をすると、他のメンバーが、はぁ？マジかよ、と反応した。あんなに静かな動画がなんで好評なんだ？つまり、俺たちうるさいってこと？おい達也、なんでだと思う？メンバーのオンが画面に映っていない達也に向かってそう叫ぶ。あ、達也っていうのは最近俺たちのスタッフとして入ってくれた男の子です。画面に映っていないところで俺たちを見守ってくれています。おい達也も意見をくれ。そんな風に達也のことを俺たちのチャンネル視聴者に紹介した。
俺に話を振らないでくださいよ。と言いつつ、思いつく企画を言ってくる達也の声も巻き込んで、この回はすごく盛り上がった。するとコメント欄で、いつか達也くんを動画で登場させてほしい。達也ってどんな子か気になる。顔が見てみたい。というコメントがたくさんあったので、それから達也は俺たちの動画にたびたび出演してもらうようになった。と言っても、俺はあくまで裏方ですから、が達也の言い分で、出演しても後ろ姿とか声だけなどにとどまっていた。達也の登場はあまり長くないし、登場回数も多くない。それでも達也が登場する回はレア回と呼ばれ、その回だけ再生回数が他に比べて多かったりしていた。コメント欄にも、達也くんを正式メンバーにしてほしい。や、ショーマスも好きだけど、達也くんも好き。というコメントが多くなり、いつの間にか達也はチャンネル視聴者から人気をどんどん集めていた。それが分かったのは、チャンネル内メンバー人気投票をした時だった。チャンネル内で結果発表していたのだが、それじゃ、第3回メンバー人気投票の結果を発表します。名誉ある第1位は、なんと達也です。なんと達也が視聴者人気投票で1位になったのだ。いやいやいや、達也が1位って、と俺たちは大爆笑した。まさか俺たちを差し置いて、羨ましい。ゴー、嫉妬するなよ。声がでかすぎる。いや、お前もだろう。ざわざわとしているメンバーに向かって、俺は大声を出した。こうなったら、達也裏方とか言ってらんねえな。今、この瞬間から達也を正式にショーマスのメンバーにする。意義のあるやつは？いなーい。メンバー全員がハモった。ということで、俺は達也をメンバーと共に並ばせた。連れてきた達也はなぜか泣いていた。え、達也なんで泣いてるんだよ。視聴者の皆さんにも受け入れてもらえたような気がして、嬉しくて。と、達也は号泣しだした。俺たちはそれをなんとか慰め、みんなで笑い合った。この回はこれまでで一番の再生数を誇り、今でも伝説回となっている。達也は正式にメンバーになった後も動画編集をしてくれており、CG とか使ったらもっと凝った動画になりますよね。編集にも幅が出ると思いますし、俺、もっと勉強します。と言って、作業に没頭しすぎて、普通に徹夜とかしていた。さすがに没頭しすぎて大丈夫かと心配していたが、達也は本当に楽しそうに編集をしている。ちなみにその様子を、作業に没頭する達也ということで配信すればそこそこの再生数になり、達也の動画編集講座という動画を作ってみると、めっちゃわかりやすいと大好評だった。達也が入ったことによって企画の幅も広がり、動画もテレビを見ているみたいだと評価されるようになっていき、ついに俺たちのチャンネル登録数が100万人を突破した。100万人突破記念ということで、視聴者の皆さんに挨拶をすることになった。俺たちが挨拶をして、達也の順番となり、皆さん、まずは突然ショーマスに現れた俺のことを受け入れてくれて、本当にありがとうございます。俺がここにいるのは視聴者の皆さんと、メンバーの皆さんと、何より俺のことを誘ってくれた翔さんのおかげです。それから、達也はこれまでのことをすべて話し出した。タトゥーのこと、その見た目のせいでバイトを次々とクビになったこと、でもこのタトゥーを消すつもりはないこと。そんな俺が、翔さんのおかげでこんな風になれて、本当に感謝しかありません。これからも翔マスをよろしくお願いします。達也がそこまで言ってくれて、俺は口を開いた。俺のおかげとかじゃなくて、それに負けずに乗り越えてきた達也がすごいんだよ。動画もそうだけど、全部達也の努力だ。なんとなく初めて出会った時の達也を思い出す。あの時とは比べ物にならないくらい、
今の達也はキラキラといい笑顔をして輝いている。なぜか感極まって、今度は俺が泣いてしまった。子供を見守る親の気持ちって、こんな感じなのかもしれない。なんで翔が泣くんだよ、とメンバーに突っ込みを受け続けてしまうのだった。その数日後、達也のもとにファンレターが届いた。先日の達也のこれまでのことを話した動画を見た男の子から、自分も学校で嫌なことがたくさんあっていけなかったけど、達也くんみたいに嫌なことから逃げずに乗り越えて、かっこよく生きていきたい、と書いてあったそうだ。その手紙を読んだ達也はまた号泣していた。俺のこと、かっこいいって。嬉しいな。俺を見て、勇気が出たって言ってくれて、すっごい嬉しい。そうだよ。達也はかっこいいんだよ。達也のことを見て、勇気をもらう人がこうやっているんだよ。達也は俺に感謝してるって言ってくれたけど、俺だって、俺が無理やり誘ったようなものなのに、こうやってついてきてくれてる達也にはすごく感謝してるんだからな。翔さん。俺たちは二人揃ってまた大号泣し、最後は抱き合い友情を確かめ合った。あいつら、また泣いてるよ。とメンバーから笑いながら呆れられてしまうのだった。人を見た目で判断してしまうのは仕方ないことだと思うけれど、それだけを判断材料にしないでほしいと思う。達也のように、そう見えなくても真面目に頑張っている人がたくさんいるのだ。そんな人たちが正当に評価をされるようになればいいと、俺は思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。神父のお兄さんは中卒だと聞きました。中卒貧乏と縁がつながるなど、一族の恥となりますな。大切な妹の結婚式。亡き父にも見せてやりたいほど華やかな姿に涙していたとき、義父は挨拶の中で突如として俺を嘲笑ってきた。馬鹿につける薬でも処方してやろうかと。受け狙いでそんなことを言っているようだが、笑っているのは彼一人のみである。せっかくの晴れ舞台をしらけさせる厄介者は、なおも俺個人宛の罵詈雑言を放ち続ける。いよいよ誰もが不快に感じ始めた頃、神父である妹が笑い始めた。義父はその様子を不思議そうに眺めている。やがて、真顔に戻った彼女は、義父に向かって冷ややかに言い放つ。その言葉で、彼は自分が誰に何を言ってしまったのか、そのすべてを後悔することになるのであった。俺の名前は高橋和幸。父親が個人事業主で、それなりに成功しているため、両親と妹含め、四人でそこそこ裕福な暮らしをしていた。生活に余裕があった俺は、学校の勉強にかなり力を入れた。もちろん、それだけではなく、委員会や友達付き合いも大切にした。そのおかげか、俺は好成績で信頼の厚い優等生と評価された。そのことが嬉しくて、俺はさらに努力を重ねていった。周りには常に誰かがいて、不幸なことなど何一つなかった。絶望なんていう言葉とは、まるで無縁の生活を送っていたのだ。しかし、そんな俺の生活は、ある事故を境に急変する。中学2年生の冬のことだ。そろそろ進学先を決めて、勉強に本腰を入れようと思っていた矢先、父の高橋幸男が、交通事故に遭ってこの世を去ったのだ。それに際して、母は精神的に参ってしまい、ベッドから起き上がれない状態になってしまった。もともと体が弱く体調を崩しがちであったことも含め、しばらく病院に入り浸らなければならなくなった。さらに、実は父親には借金があることが判明した。授業は順調に見えたのだが、どうやらそう見えただけだったらしい。借金の返済や、
葬儀などで出ていくお金が多く、それらがすべて済んだ頃、家の貯金はほとんど空になっていた。そんな出来事を経て、俺は高校進学を諦めることにした。普段の生活費や母の治療費、二つ下の妹である高橋瑞希の進学を支えるためだ。中卒で経歴もない俺だったが、レストランのホールスタッフとして採用された。事情を知った父の友人が、自身が経営する店に俺を招いてくれたのだ。しかし、それだけでは生活を支えることはできず、休みの日や出勤前の時間を使って、新聞配達と家でできる内職も並行してやった。俺が中学を卒業して1年経つ頃には、母の具合もだいぶ良くなり、家のことや簡単な内職なら問題なくこなせるように。お母さん、お兄ちゃん、私も高校進学は諦めて働くよ。二人にばっかり負担はかけられないから。高校受験を控えた瑞希は、ある時そんなことを言い出した。何言ってんだ瑞希。お前は家のことなんか気にしないで、夢を追えよ。そうよ。瑞希はずっと大学に行きたいんだって言っていたじゃないの。だが、俺も母も瑞希の言い出したことを否定した。俺は俺が諦めたことを妹にまで諦めてほしくなかったのだ。それに努力の甲斐あって、生活はなんとか安定してきている。余裕があるとはまだ言えないが、わざわざ妹の夢を破壊してまで手伝わせるほどじゃない。生活は大丈夫だから、お前はお前が行きたい方向に進めよ。お兄ちゃん。何度か同じように言うと、瑞希は納得してくれたようであった。それからもう一年が経過。高校決まったよ。嬉しいことに、中学を卒業する瑞希の進路が決まった。全国的に有名な私立の超進学校である。俺と母に一枚のハガキを見せながら、瑞希は受験の結果を報告してくれた。見ると、真ん中に大きく、合格と記されている。それにほら、ここ。これは、瑞希が指さした場所には、特待 A と書かれている。受験者の中で点数が高い上位5名のみが分類される区分であり、なんと入学から卒業までの全費用が免除されるようだ。あら、すごいじゃない。やったな、瑞希。どうやら家に負担をかけないよう特待 A を目指して必死に勉強したそうだ。直前の模試の結果を見ると、語学が特に優秀で、成績は全国トップであった。全く家のことは気にするなと言ったのに。称賛の意味でそう思いながら、俺は瑞希の努力に感謝したのであった。それからさらに3年が経った。瑞希は高校でも猛勉強し、大学へ進むことが決まった。しかも給付型奨学金を受ける資格を得たようだ。キャンパスは県外にあるため、一人暮らしを始めることに。寂しくなるなぁ、なんて思いつつ、妹の門出を心から祝福した。しっかりと夢を追い続けてくれる妹の姿を見て、俺は自分のことであるかのように嬉しく思った。時間が経つのは早いもので、瑞希が大学を卒業して4年と少しが経過。その頃には、生活は完全に安定していた。母は相変わらず体調を崩しがちだったが、精神面に関しては、父が他界する前と遜色ない状態にまで回復している。妹はというと、大卒でとあるマンモス企業に就職し、秘書課で働いている。聞くところによると、瑞希は物覚えが良く、高く評価されているそうだ。ベテランの秘書が多いそうだが、先輩に見劣りしない華々しい活躍を見せているようである。そんな瑞希が突然結婚すると言い出した。相手は所属する会社の役員にして現社長の息子だとのこと。名前は確か加藤誠さんだったか。社長の息子とは思えないほどに謙虚な性格でとても誠実な人だ。
人当たりがよくモテる男性らしいが、まさかそんな人から水木が選ばれるとは、兄として何とも光栄な話である。妙な相手に捕まらなくてよかった。と、俺は父親であるかのように安心した。高橋家と加藤家の顔合わせが行われることになった。残念なことに、母はちょうどそのタイミングで体調を崩してしまった。その穴を埋めるため、急遽俺が出席。父親の代わりとして顔合わせに参加した。本日はお足元の悪い中、ご出席いただきましてありがとうございます。誠さんの父親であり、水木がいる会社の社長、加藤貞治さんが挨拶を始めた。マンモス企業の社長というだけあって、見た目からして威厳のある人物だ。奥様の姿が見えないので、問うと、実は、愚妻は数年前に他界しましてね。という予想外の返事が返ってきた。まずったな。水木からもっといろいろ聞いておくんだった。なんと、そうとは存じ上げず、申し訳ございません。少し静かになってしまい、気まずい空気が流れる。その間、雨音だけがやかましくわめき散らす。貞治さんの言葉通り、今日はあいにくの大雨であった。それにしても、水木さんは素晴らしいお嬢さんですな。貞治さんは水木を相当気に入った様子で、聡明だとか美しいだとか、そんな褒め言葉を繰り返し口にしている。卒業された大学も素晴らしいですしね。水木が出たのは全国的に名前の知れた有名私立大学であり、彼はそのこともべた褒めしている。水木さんのような方が我が社に来てくれて、しかも愚息の妻になってくださるとは、いやー、なんとありがたいお話でしょうか。あ、それはどうも。そうやって妹を褒めてくれるのは良いのだが、少ししつこくて、思わず苦笑いしてしまった。ところで、満面の笑みだった貞治さんは、ほんのわずかに真面目な顔になり、俺をまっすぐに見てきた。一体なんだと視線を返すと、彼は言葉を続けた。お兄様はどちらの大学をご卒業なされたのですか？私は、不意に学歴を聞かれ、中卒の俺は少し答えるのをためらった。特待生として高校に入り、有名大学を経てマンモス企業へ入った水木の華々しい経歴とは大きな差があるからだ。しかし、ここで経歴詐称をしても仕方あるまい。悪事や嘘は必ず白日のもとにさらされるものだ。故に、俺は意を決して正直に話すことにした。私は大学を出ていません。家庭でいろいろとありまして、中卒で働きに出ました。おや、そうでしたか。ああ、それはそれは。俺の経歴を告げると、貞治さんは驚いたように言った。その後、とうなりながら、何やら考え込んでしまった。兄が高校に行かなかったのは、俺の説明が言葉足らずだと判断したのか、水木が口を開いて補足をしようとした。しかし、その言葉は貞治さんによって遮られてしまう。いや、無理にお話しいただかなくても結構です。お話しできないような事情もございますでしょうしね。言葉選びは丁寧なのだが、彼はどう見ても中卒の俺を見下していた。にこやかというよりニヤニヤに近い顔をしている。それに、先ほどの言葉の語尾が少し上ずっていたし、なんてこらえきれなかったのであろう笑いが漏れている。お待たせいたしました。こちらコースの前菜でございます。そこへ、予約していたコース料理が運ばれてきた。両家とも結婚に大賛成していたため、楽しくなるはずの顔合わせ。しかし、たった一つのやりとりによって、ギクシャクしてしまった。
次々と豪華な料理たちが運ばれてくるが、精神的にそれどころではなく、味を楽しむことはできなかった。水木と誠さんの結婚式当日、綺麗な化粧と美しいウェディングドレスの組み合わせに、思わず涙が出た。私より先に泣かないでよ、お兄ちゃん。悪い。亡き父親に代わって、水木と共にバージンロードを歩くことになっているのだが、今からこの有様では先が思いやられる。入場ですよ。係の人に案内され、俺たちは所定の位置に着いた。バンと扉が開かれ、やけに音量の大きい演奏が場内に響き渡る。正直そこからははっきりとした記憶がない。それは激しい緊張のせいでもあり、涙で景色が歪んでいたせいでもある。ただ、過去から積み重ねられた思いで胸がいっぱいだったことだけは覚えている。父が他界して生活が一変し、なるべく学費がかからないよう努力してきた水木の苦労は計り知れない。水木をお願いします。妹を託すと同時に総誠さんに小声で告げると、お任せください。と、同じく小声で帰ってきた。それを確認して俺は一人、ハンカチで目をこすりながら席へと戻った。その後の披露宴も和やかに進み、最後に義父の貞治さんが形式ばった挨拶を述べる。本日は我が息子の、から始まり、長々と話が続く。15分くらいは話していただろうか。やっと話がまとまり始めた。やれやれ、と思っていると、また別の話題が始まった。大学で思い出したのですが、そんな出だしを口にしながら、貞治さんは俺の方をちらっと見た。神父、水木さんのお兄さんは中卒だと聞きました。彼が勝手に俺の経歴を暴露すると、会場がざわついた。俺の経歴をあざけるざわつきなのか、貞治さんに対するお叱りのざわつきなのかは定かではない。水木さんは素晴らしい経歴をお持ちなのですが、まさかお兄さんがね。いやー、中卒貧乏と縁がつながるなど一族の恥となりますな。まだ感傷に浸っていた俺を貞治さんはほぼ名指しでそうあざけってきたのである。もちろん怒りの感情は湧いたのだが、それ以上に俺はまた別の感情と思いを抱いていた。バカにつける薬でも処方してやろうかと。半笑いでマイクに音声を乗せる貞治さん。受け狙いでそんなことを言っているようだが、笑っているのは彼一人のみである。せっかくの晴れ舞台をしらけさせた厄介者は、それからしばらく俺個人宛ての罵詈雑言を放ち続けた。では私の挨拶は以上とさせていただきます。満足したのか、彼は話を雑に締めくくってマイクを置いた。普通なら拍手が響くのだろうが、参加者たちは唖然としている。俗に言うドン引きという状態だ。そんな空気感を破壊するかのように、あと笑い声が響き始めた。何事かと辺りを見回す一同。水木。数秒ほど探していると、その声の発生源は水木であることが分かった。貞治さんはその様子を不思議そうな顔で見ている。言葉にはしていないが、何がおかしいのかねという思いがひしひしと伝わる表情であった。そんな義父の顔を見てもなお、水木はお腹を抱えて笑っている。笑いすぎて目尻に涙を浮かべており、俺は化粧が崩れてしまうのではないかと心配した。ひとしきり笑い終えた後、ああと気の抜けた声を出し、今度は真顔で貞治さんを見た。社長、さすがに株主の顔くらいは覚えた方が良いと思いますよ。は？株主？誠さんは水木の言葉に同意し、父親を鋭く睨んだ。
うちの兄が株主総会出てたこと覚えていないんですか？兄はうちの会社の大株主ですよ。義母が亡くなっていることなど、俺も義父について知らないことが少しはあった。しかし、まさか彼が俺そのものをご存知でないとまでは思わなかったな。顔合わせの時に自己紹介含む挨拶をしたが、それは形式的なものだと思っていた。だが、彼にとっては本当に初対面の挨拶だったらしい。え？あ、はい？貞治さんは、ただ疑問符を返すことしかできていない。相当慌てているものと見える。さてと。俺はゆっくり立ち上がり、義父のもとへ歩み寄る。水木の経歴は素晴らしいが、何でしたっけ？あまりのショックに喋ることもままならない様子だ。自分が誰に向かって何を言ってしまったのか、水木の言葉で理解したのだろう。父は多くの株を持っていた。父が亡くなった時、俺はまだ中学2年生。株式投資するような年でもなかったので、株式については母が正式な相続人となった。しかし、母は母で精神的に良い状態ではなかったので、受け継いだ株はしばらく眠ったままになっていた。水木が大学生になった頃、母の精神はかなり回復していた。相続した株について考えるだけの余裕ができていたのである。よくよく調べてみると、父が株を買っていた会社のほとんどが事業を大きく伸ばしており、ギリギリの生活を脱する糧としては十分すぎるくらいであった。おかげで生活は安定し、俺の仕事はレストランだけで間に合うようになった。その時期から株に興味を持ち、俺は父を見習って余剰資金を投資に回すようになった。コツコツと持っている株を増やし続け、今や貞治さんの会社の大株主と言えるほどになっていた。父のノートに書いてあった会社だったとはいえ、今思えばあまりにリスクの大きいやり方だったかなとも思うが、この会社が成功してくれたので救われた。残念だよ父さん。誠さんはほうけた顔で震える貞治さんに声をかけた。社長としてうちの事業を伸ばし続ける父さんを俺は尊敬してた。誠。息子の言葉で我に返ったのか、誠さんの名前を呼んで震え始めた。だけどまさか株主の顔すら覚えていないなんて、社長の自覚がなさすぎだ。いやそれ以前に人に向かってあんな、馬鹿にするようなことを言うなんてありえない。しかも親族にだぞ。貞治さんは泣きながら、誠、誠、と繰り返し息子の名前をつぶやいている。悪いけどな、父さん。あんたこそ一族の恥だぞ。先ほど貞治さんが放った言葉を引用し、誠さんは彼を強く叱責した。貞治さんは、と唸った後、恨めしそうに、しかし青ざめた顔で俺を見た。なんで中卒がうちの株を買うんだ？俺を指差し、弱々しく聞いてきた。もはや理屈もへったくれもありゃしない。株を買うのに学歴なんて必要ですか？呆れてそう返すと、貞治さんは顔を真っ赤にしてうつむいた。まあ、強いて答えるなら、この会社の株は買っておけ、と父が残したからですかね。高橋幸男、聞き覚えはありませんか？俺が父の名前を出すと、赤かった彼の顔は一変し、再び真っ青になった。あいつは、事故にあって。そのガタガタと震える様子は尋常ではなかった。そんな彼を見た誠さんは、スタッフを呼んで彼を下がらせ、結婚式の終了を宣言したのだった。俺が貞治さんの会社の株を買っていたのには、二つの理由がある。一つは水木が勤めているから。そしてもう一つが、貞治さんに語ったように、父のノートに残されていたからだ。父が持っていた株は、
大部分が事業仲間のものであった。その中に貞治さんの会社の名前が記されていたのだが、まさか水木が就職して、しかも霊速と結婚することになるとはな。奇跡的な縁に興味を持ったので、あの顔合わせの後、いろいろと調べてみた。すると、不審な点がいくつか見つかったのだ。父は生前、貞治さんと事業仲間としてやっていたようですね。改めて父の遺品を調べながら、俺は電話で誠さんと情報共有を図った。ええ、高橋幸雄さんのお名前は聞いた覚えがあります。小学生か中学生くらいの頃ですがね。父が他界したのは俺が中学2年生の時で、誠さんは水木と同い年だから、小学6年生だろう。父のスケジュール手帳がありましてね。忘れもしないあの事故の日には、加藤貞治さんと会食、と記されているんです。ほう。ちなみにですが、幸雄さんと私の父はどんな事業を？ですね。ファイルの中から、父と貞治さんが結んだ秘密保持契約書などを引っ張り出し、事業の内容を読み上げた。え、その事業って、誠さんが言うには、父と貞治さんがやっていた仕事は、貞治さんの会社が急成長を遂げるきっかけになったものだそうだ。ここまでで分かったことを整理すると、伸びる見込みのある仕事を二人でやっていて、父が不慮の事故で他界し、貞治さんが一人で仕事を継いで大成功、といった時系列だ。嫌なストーリーが浮かび上がってきたが、まだ結論付けるには早すぎる。起承転結の章と、点と結のつながりが抜けている。そうなると、幸雄さんの仕事を継いだ際の記録が欲しいところですね。少し車内を洗ってみますよ。ええ、お願いします。お一人で大変でしたら、ぜひ水木に声をかけてください。私からも言っておきますので。かしこまりました。それから少し経って、結婚式の少し後。誠さんは急激なストレスで倒れて入院した貞治さんの部屋と社長室を見に行ったという。水木と協力して徹底的に調べ上げた結果、例の事業を引き継いだ際の記録が発見された。言葉を選んでいいように書かれているが、要するに、相続人である個人の妻は精神を病んでいるから、やりたい放題だ。という内容である。夫を亡くして参ってしまった母の状態を利用して、自分が圧倒的に有利な契約を押し付けていたのだ。心底怒りが湧いたが、ここで焦っては、せっかくの調査が水の泡になるかもしれない。水木にも落ち着くように言い聞かせた。これにて、点と結のつながりが判明したのである。約1ヶ月後、貞治さんは復帰したようだが、正常とは言い難い状態だった。時折、わけのわからないことを言ったかと思えば、ふらっと外に出て、浴びるように酒を飲む。そんな父親を見るのは心苦しかっただろうが、誠さんは調査のためと割り切って彼に接近してくれた。バーで酔いつぶれていた父を私が車で回収して、なんとか一対一の状況を作りました。そこで、あの授業や俺の父について聞いたのだと、誠さんが電話で教えてくれた。父は、なぜか誇らしげに吐きましたよ。幸雄さんが乗った車のブレーキに細工をした、とね。スピーカーモードにした携帯から聞こえる彼の声は、だんだんと震え始めた。声が上ずり、鼻をすする音も聞こえる。しかも、幸雄さんの奥様に借金を背負わせて事業を横取りしたそうです。要するに、自分の会社を大きくするため、幸雄さんの事業を独り占めしようとしたのです。話を聞いた俺も水木も絶句した。父が他界した原因は事故ではないかもしれない。加藤貞治という卑怯な人物により、意図的に起こされたことだったかもしれない。そんな可能性を示唆されて、なお言葉をスラスラ出せる方が、
どうかしているだろう。完成してしまった絶望的な起承転結を前に、俺と水木は涙すら出なかった。スピーカーからは、誠さんのむせび泣きと謝罪の言葉がひたすら聞こえ続けていた。とは言っても、父が他界したのはもう10年ほど前のことだ。酒に酔った貞治さんがそう語っていたというだけで、ブレーキに細工して意図的に事故を起こしたという明確な証拠はない。彼を社会的に罰するにはどうしたらよいだろうか。そう考えた末に、まずは株主として社長退任を要求した。息子とはいえ、役員の結婚式という公の場であれだけの醜態を晒した彼。誠さんからも聞いたように、最近は酒に依存していて仕事などしていなかった。すでに信用は地に落ちていて、特に抗議の声もなく受け入れられた。誠さんの後押しもあり、別の役員が社長に昇格することになった。その後、俺は当時の整備士を探すことに尽力した。誠さんは休職してまで俺を手伝ってくれた。父の因縁は私が片付けます。と、強い決心を彼は何度も口にしていた。そんな彼を俺は素直にかっこいいと感じた。同時に妹の水木を安心して預けられる素晴らしい婿だとも思ったのだった。貞治さんと父の関係について調査を始めてから1年が経過した。そんな節目のタイミングで俺たちはついにブレーキに細工を施した整備士を派遣することに成功した。田舎の小さな整備工場に勤めるごく普通の職人である。ただし、元だ。自分のせいで一人の人間が他界したと知ったとき、彼は仕事を辞めて引きこもったのだという。誠さんが貞治さんのことについて話をすると、元整備士は大粒の涙とともに告白してくれた。今じゃ立派な建物が建っているみたいですが、当時は工場が小さくて、家族を支えられるほどの収入がなかったんです。声を震わせ、彼はトラウマであろう過去を一つずつ詳細に語る。そこへ、あなたのお父さんが図面を持って現れました。言う通りに整備してくれ、報酬は弾むって。私とて、工場に勤める整備士の一人でしたから、明らかにおかしな図面であることは分かっていました。しかし、金に目がくらんでしまい。貞治さんが提示した金額は、目を見張るようなものであったという。ずっと悩んでいました。罪を告白するべきかどうか。でも怖かったのです。罰せられるのが。いや、あの人からの報復が、たまらなく恐ろしかったのです。その恐怖と罪悪感から部屋に閉じこもった。守りたかったはずの妻子は彼の元を離れ、一人細々と生き続けているのだと、彼は絞り出すかのような声で語った。一緒に警察に行きませんか？未だ震え続ける元整備士に、俺はそう提案した。罪を償いたいと言っていた彼は、目を真っ赤にしたまま大きくうなずいた。警察の取り調べを受けた元整備士は、あの事故、いや、事件について自白した。加藤貞治という人物に指示され、金を受け取って従ったこと、そのせいで高橋幸男がこの世を去ったこと、そのすべてをだ。彼の供述をもとに、貞治さんは重要参考人として警察のお世話になった。彼の起こした事件や不正について捜査が行われ、後に貞治さんは正式に逮捕されることとなったのであった。貞治さんが逮捕されたからといって、父が帰ってくるわけではない。達成感も何もなく、ただ虚無な日常が流れていく。そんなある日のこと、出先から家に戻ると、駐車場に見慣れない高級車が止められていた。何事かと思いながら家に入ると、リビングに水木と誠さんがいた。母がお茶を出しているところであり、訪問と帰宅がタッチの差であったことが伺える。
すみません。お邪魔してます。ごめんね、連絡もせず急に来て。別に構わないけど、どうしたんだ？そんなに改まって。二人とも、なぜか清掃で来ていた。実は、和幸さんに相談させていただきたいことがありまして。そう言うと、誠さんは神妙な顔で語った。加藤貞治がやったことは、決して許されることではありません。幸男さんを裏切った卑劣な男の息子が、幸男さんのお嬢さんと結ばれることなど、同様に許されない。私はそう考えております。何を言い出すかと思えば、誠さんは涙ながらに瑞希との別れ話を切り出したのである。瑞希が落ち着いた様子であることから、事前に相談は受けていたようだ。そうですか。別れたいなら別れればよいのでは？二人とも成人なのですから、それはご自由になさったらよい。お兄ちゃん。ただし、本当に別れたいなら、ですよ。誠さんは、どういうことだと聞きたげな視線を俺に向ける。もし、誠さんが、お父さんの行為に責任を感じてそうおっしゃっているのなら、話は別です。え？俺の言葉通りだったのか、誠さんは目を見開いた。あの人がやったことの責任は、あの人にあります。当時小学生だった誠さんが取らなければいけない責任なんて何一つありません。だから逆に私からお願いしたいです。そう言い、俺は誠さんに頭を下げた。また困惑する彼をよそに、俺はなおも言葉を続ける。誠さんの気持ちが以前と変わっていないのであれば、どうか瑞希を幸せにしてやっていただけませんでしょうか。和幸さん、すみません、おっしゃる通りです。私の気持ちは変わっておりません。瑞希さんと共にありたいと、今でも心の底から思っております。顔を上げると、誠さんは涙を流しながらそう語っていた。彼の隣に座る瑞希は、照れくさそうに両手で顔を覆っている。瑞希もそれでいいか？え、うん。ありがとう、お兄ちゃん。心情が伝播したのか、なんだか俺まで照れくさくなってきた。それをごまかすかのように、母も含めて4人でしばらくの間笑い続けたのであった。日が傾き、空は橙色に染まり始めた。数匹のカラスが、ガー、ガーと鳴くのを聞きながら、俺は父の墓石に向けて手を合わせた。火をつけた線香から放たれる煙の匂いが鼻を刺激する。葬儀の記憶が蘇るが別に嫌いな匂いではない。久しぶり、父さん。目を開き最近あったことを一つずつ報告した。もう去年の話だけどさ、瑞希が結婚したんだ。相手は瑞希が勤める会社の役員でさ、すごく誠実な人だよ。備えた花が風に揺れ、まるでうなずいている風に見えた。瑞希の幸せをどうやら父も喜んでくれているようだ。それからかつて父の授業仲間であった加藤貞治という男についても簡単に述べた。でも大丈夫。父さんを騙した鬼はきちんと倒しておいたよ。まだ判決は出てないけど、奴は罪を認めて反省してるみたいだ。この先、貞治さんがどんな罰を受けるのかはまだわからない。己の行為を後悔するだろうか、父に申し訳ないと謝るだろうか。それは彼次第であり、やはり俺にはわかりかねることだ。ブレーキに細工をしたあの整備士は、依頼主の報復を恐れて罪を告白しなかった。それと同じく、貞治さんも誰かによる復讐に怯えていたのではないだろうか。瑞希と誠さんの結婚式で見せた尋常ではない驚き方、それが答えを示しているように感じられた。卑怯な方法で手に入れた地位に立っている間、どんな気持ちだったのだろう。地位も社会的信用も失った今、どんな気持ちなのだろう。せめて父と同等の苦痛を味わっていてくれれば。
なんて思ってしまう俺は悪人なのかもしれない。それでも胸を張って生きられるようにしよう。誠実でいられるよう、自分で自分を恥じることのないよう、強い人間になりたいな。そんな願いを父に告げ、桶と柄杓を片付け、俺は霊園を後にしたのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。よくいるんだ、ご託を並べて大事な入社式に間に合わないと連絡をよこす。言い訳はもうたくさんだ。君の席はないと言ったはずだ。帰りたまえ。ニコニコ顔の表情から一転、社長の顔はアシラのような形相で俺を睨みつけた。突然の首。自分の居場所がないと言うんだから、もはや諦めざるを得なかった。これも何かの縁、うちの会社で働いてみませんか？と一人の男性が。半信半疑で入った会社は想像以上に職場環境が良く、とても働きがいがあった。ふとしたことでこうも笑顔が続く日が来るとは。俺の名前は池畑大地、22歳、一人っ子、兄弟はいない。世間一般に有料とされる私立大学に入るが、これといったサークル活動はせずに、昼間は学業に専念し、夜間ではアルバイトで学費を稼ぐ生活に明け暮れていた。父は俺が小さい頃早くに他界した。あまり覚えてはいない。いわゆる母子家庭で、母の住子の実家で暮らすという形をとっていた。母の実家といっても、祖父母はすでに他界していなかったので、まさに母の女手一つでここまで育ててもらった。高校2年の頃、進学する気はあまりなかった俺は母にこう尋ねた。母さん、俺高校卒業したらそのまま働いた方がいいよね。あら、私はあなたは大学に通わせるつもりでいたのに。でも学費の面とか生活の面とかいろいろあるじゃない。大地、余計な心配しないの。大学生活ってね、良くも悪くもするのは第一次第なの。きっとあなたはいい方向に自分を導いていくと思うわ。地方に行こうが都会に行こうが、私は苦労かけた分、その大切なきっかけを作ってあげたいの。ありがとう。俺勉強頑張る。いい大学入って、アルバイトしながら学費も払って、いい企業に就職して、絶対に母さんを楽させるよ。大地は父さんにそっくりだわ。ほんと優しい人だった。私だけでなく誰にでも優しい人でいなさいね。きっと面白い形で帰ってくるから。母の頬に一筋の涙がツーッと流れていた。亡くしてしまった最愛の夫と息子である俺とが重なる部分があったのだろう。俺は晴れて生まれ育った新潟から東京の有名私立大学へ進学した。一人暮らしとなり、母と離れ離れで暮らすのは何かと不安だったが、上京したら必ず道は開けると信じ、学業とアルバイトを両立することにした。在学中はコンビニ、クリーニング屋、ガソリンスタンド、スーパーでの品出しやレジ打ち、深夜の牛丼屋と。共通して言えることは、接客することでお金を得ることが好きだった。在学中に合宿で車の運転免許も取れた。ことあるごとに電話したりメールしたりで近況を報告し、母を喜ばせていた。大学生活は人それぞれ。俺の場合は苦学生だが、スケジュール通りできるとなんだか嬉しくもあり、自信を持って大学生活の財産と言いたいぐらいだ。大学3年の夏休み、アルバイト中に一通のメールが入っていた。おばからのメールで、内容は母危篤、新潟に帰ってきてとのことだった。俺は深夜の高速バスに乗って涙ながらに母の入院先に走った。末期の子宮頸がんで、すでに帰らぬ人となっていた。母さん、どうしてこれからなのに。これから俺が頑張って
きっと豊かになっていくはずだったのに。俺はここまで一生懸命育ててくれて大学に行くきっかけまで作ってくれた母を前に走馬灯のように思い出が駆け巡り、わーっと泣きじゃくった。おばは母からの手紙を預かっていた。俺は封を開けて広げた。筆圧もなく弱々しい、持てる限りの力を振り絞って書いてくれたのだろう。誰にでも優しい人でいてね、きっと面白い形で帰ってくるから、と書いてあった。実の妹であるおばは言う。すみこ姉さんは、姉としても母としても本当に強い人だった。私たちも強く生きなきゃね、と。優しく、強く。いつまでも泣いていたって始まらない。親族の協力を得て、葬儀を終え、2週間ばかり新潟に潜在した後、大事な就職活動を控えていた俺は東京に戻った。時には亡き母のことを思い出しながらも、リクルートスーツを身にまとい、就職活動を続け、第一希望、第二希望となかなか内定が取れない中でも、学業とアルバイトはうまく両立させた。難航を極めた就職活動だったが、なんとか中堅企業の佐久間ハムという商品メーカーにこぎつけた。来年の春から俺は食品会社の営業マンとなる。4月1日、開花宣言から間もない薄ピンク色のしだれ桜が通勤ルートの遊歩道をきれいに彩る。さらに見上げると雲一つない青い空。母さん、とてもいい日だよ。俺は今日から食品メーカーの営業マンだよ。頑張る。青い空を見上げて、そう心の中で言った。今日は朝9時から佐久間ハムの入社式だった。地下鉄を乗り継いで、会社は最寄りの駅から徒歩10分。9時からなのに気持ちが高ぶっていたため、最寄り駅に7時30分に着いてしまった。いくらなんでも早すぎたな。ちょっとコーヒーでも飲みに行くか。と、俺は駅改札を出て地上に上がり、心を落ち着かせるために朝から営業しているセルフ式のコーヒーショップを探した。会社とは逆方向だが時間はあるし、探検しておいて自分の心の拠り所を知っておくのも大切だ。200メートル先にコーヒーショップの看板が見える。幸先いい。あと小さな女の子がいる。近所に住んでいる子かな。気持ちいい春の朝だもの。それは外で遊んでいたいだろう。俺は熱々のコーヒーを早く飲みたいと、気持ちも歩くスピードも上がっていった。おや、女の子の様子がおかしいな。何かとキョロキョロと周りを見渡していて、何かを探しているのか。不安そうで今にも泣きそうな顔をしていた。身長は100センチメートルにも満たない女の子だった。俺は膝をかがめて姿勢を低くし尋ねてみた。お嬢ちゃん、どうしたの？会いに来たの、お母さんに。そっか、一人で会いに来たんだ。お母さん、どこにいるのかな？お空。と、人差し指を上に向けてそう言った。お空？俺は、膝をかがめた姿勢から立ち上がり、空を見上げた。亡くなったのだろうか。お空、という言葉に、心の中に一抹の疑念が残る。お嬢ちゃん、僕ね、大地って言うの。池畑大地。大地。お嬢ちゃんのお名前は？ほのか。いい名前だね。ほのかちゃんって名前なんだ。おいくつ？女の子は手を出して、左手に5本の指と、右手に3本の指を重ねる。そっか、8つなんだね。じゃあ、小学校2年生だね。こくりとうなずく。人見知りする子だが、多少ながら俺も変なおじさんと思われているだろう。怪しまれないうちに交番に連れて行って何とかしてもらおう。かわいそうだ。しかもこの辺りは車の通りが多く危なっかしい。一緒にお母さん探しに行こうか。行く、ほのか、お母さんに会いに行く。怪しまれず、ちょっとは信用してくれたのかな。俺はこれから交番に届けるだけというのに。一緒にお母さん探しということで。まあ、いっか。交番はどこにあったかな。女の子は、利き腕で、
俺の人差し指をギュッと握って歩き出した。まるっと会社とは逆方向であった。今日、俺は苦労して入った会社の入社式なんだけどな。お空のお母さんはどこにいるのやら。会社と逆方向に歩くこと10分。とにかく俺は女の子に怪しまれないようにコミュニケーションだけはしっかりと取った。朝早くから家から一人で都営バスに乗り、ここまで来たというではないか。あ、あった！大地お兄ちゃん、あれ。え？大地お兄ちゃんか。一人っ子だった俺は、妹がいたらそう呼ばれていたのかな。ほのかちゃん、あれって病院だよ。あれ、あれでいいの。と、とっさにぎゅっと握っていた俺の人差し指を振り払って、女の子は嬉しさのあまり、歩道から交通量の多い車道に駆け入ってしまった。ほのかちゃん、危ない！女の子めがけて、一台の大型トラックが突っ込んできた。女の子はそれに気づいてか立ちすくんでしまい、身動きが取れないでいた。俺は、目一杯の力で車道に駆け出して、女の子を抱き上げ、歩道の隅へと引き上げた際に、反動で前のめりに倒れてしまい、左肩と顔を強く打った。大型トラックの運転手は、急ブレーキをかけ、窓越しにこう言い放った。バカ野郎、何考えてんだ、引かれてんのか。親子だったらちゃんとしっかりと面倒見とけ、危ねえだろうが。トラックの運転手は、後続車にも迷惑をかけられないと、一言言い放ってはその場を去った。赤の他人で、親子ではないんだけどな。怒るのも無理もない。女の子は大丈夫か？ほのかちゃん、大丈夫？怪我はない？大丈夫。それより、大地お兄ちゃん、顔から血が。あらら、お兄ちゃん顔をすっちゃったかな。ポタポタと赤い血が、白いワイシャツについてしまった。左肩のスーツは破れている。これから入社式だっていうのに最悪だ。ほのかちゃん、わかったろ？この辺は車が多くて危ないんだよ。ごめんなさい。女の子は泣き始めた。泣きたいのは俺の方なんだがな。いいんだよ。それより、お母さんがいるところわかったんだからさ、今度はちょっと違うところ行こっか。すぐそこだよ。相当怖かったのだろう。女の子は涙を袖で拭きながら、再び俺の人差し指を絶対に離さないと強くギュッと握って一緒に歩き始めた。俺はスーツの袖で顔の擦り傷を拭った。俺は女の子を無事に交番に届けた。そして急用があると警察官に事情を早々に伝えてその場を出ようとした。大地お兄ちゃん。ほのかちゃん、ごめんね。またね。ありがとう。うん、お母さんによろしくね。俺は笑顔で別れた。交番を離れた時間は8時40分。急げば、なんとか間に合う時間だが、ひどい顔をしてるし、ワイシャツは血で汚れてるし、スーツの左肩部分は破けてる。だんだん顔と左肩が痛みでジンジンしてきた。これは、入社式、行けそうもないな。俺は、カバンの中から携帯電話を取り出し、会社に今回の事情を連絡することにした。池畑大地です。今日の入社式ですが、出席することができなくなりました。2、3日、お休みもいただきたいです。申し訳ないです。事情を事細かに話した。電話を取った女性は、上司にお伝えしておきます、と電話を切った。ああ、頭がふらふらして痛い。左肩も痛い。血で汚れたスーツも汚いし、今日はもう帰って寝よう。朝の女の子との出来事に疲れた俺は、地下鉄を乗り継ぎ、とぼとぼと自宅に向かった。入社式を欠席し、自主的に休みを3日取った4月4日。俺は、一言詫びようと出社し、まずは会社の社長室に向かうことにした。左肩は、病院に行くまでもなく、軽い打撲程度で済んだが、顔の擦り傷は残ったままだった。内線で社長に取り付いてもらい、時間を取ってもらうこととなった。心が張り詰めたまま、社長室をノックした。佐久間社長、失礼します。池畑大地です。どうぞ。社長に対面の椅子に座るよう促された。君かね？入社早々うちの入社式を蹴って、
危うく交通事故に遭いそうな子供を救ったヒーローというのは。社長は笑顔のままそう俺に再確認してきた。特に怒ってもいなさそうだ。勝手ながら3日のお休みを頂戴しました。体調を万全にして本日出社させていただきました。これからどうぞよろしくお願いいたします。そうかそうか、君の配属先はどこかね。はい、営業部です。営業部？社長はおもむろに組織図を覗き込んだ。営業部に君の席はないようだが。私の席がない？いや、私は入社試験を受けて間違いなく採用通知もいただきました。もっと上手な嘘はつけなかったのかね。嘘？俺は一切の嘘はついていない。道で迷っていた女の子を保護しようとした結果、危うく事故に遭いそうな場面でこちらが助けて怪我をしてしまったんだ。ニコニコしながら言い寄ってくる社長がなんだか不気味に思えてきた。よくいるんだ、ご宅を並べて大事な入社式に間に合わないと連絡をよこす。君にとっては軽い入社式だろうがね。軽くなんかありません。その朝の7時30分には会社の最寄り駅にいたんですから。でも結果的には君は入社式にはいなかった。入社式を軽んじられたわけだ。私はしっかりと事情を連絡したはずです。認められないということでしょうか。ニコニコ側の表情から一転、社長の顔はアシラのような形相で俺を睨みつけた。言い訳はもうたくさんだ。君の席はないと言ったはずだ。帰りたまえ。それは首を言い渡されたという捉え方でよろしいでしょうか。その通りだ。俺は突然のことで頭の中が真っ白になった。いくら事情を言ってももっといい嘘はないのかと言われ、営業部に自分の席がないと言うんだから、もはや諦めざるを得なかった。席を立とうとした瞬間、社長秘書が社長室に入ってきた。佐久間社長、三沢様がいらしてます。え、こんな朝早くに三沢様が？すぐに通してくれたまえ。君は何をしとる？いつまでいるんだ？早く帰りたまえ。はい、失礼します。俺は社長室を出た。すると一人のスラッとした中年男性と女の子がこちらに向かっていた。あ、隊長兄ちゃん。ほのかちゃん、なぜここに？ほのかちゃんは走ってくるなり俺の足にギュッと抱きついた。この度は一人娘のほのかを助けて保護してくださり本当にありがとうございました。ほのかちゃんのお父さんでしたか。いえいえ、当然のことをしたまでです。警察の方にワイシャツは汚れ、スーツは破れていたと聞きました。これは後ほど私の方で弁償させていただきますね。いえ、本当にいいんです。ほのかちゃんが無事だったのなら。私、こういうものです。以後お見知りおきを。と中年男性は俺に深々と頭を下げて名刺を渡してくれた。三沢商事専務取締役三沢幸太郎と書いてある。三沢商事は一流商社だ。これはこれは三沢様、どうされましたか？急に。おっしゃってくださればこちらから出向きますものを。社長室からたった今首を言い渡した佐久間社長が飛び出してきた。いえ、娘の命の恩人池畑大地さんに会いに来たんです。いろいろと調べさせてもらったら、御社の入社式の前に娘を助けてくださって頭と肩を打ち出席できなかったというじゃありませんか。あ、そうだったのかね、池畑くん。とぼける社長、さっきまでのアシュラのような顔はどうした？たった今僕は解雇を言い渡されました。俺は話の中に入り込んだ。ほのかちゃんを助けたことが社長には全て嘘だと映ったようです。佐久間さん、それは本当ですか？いえ、これはその一度お灸を据えてやろうかと。僕はここに居場所はありません。こら、何を言うかね、池畑くん。そうでしたか。こんなに心強く優しい人を。もったいないことをする会社だ
とても残念ですね。佐久間さん、先日の新商品ボンレスハムの件、ご贈答用のベーコンブロックの件、すべて白紙に戻しましょう。そんな、どうかご容赦を。人を軽んじて信用しようともせず、生活もあるのに、いとも簡単に解雇を言い渡す。少しは聞いてやろうという気持ちにはなれなかったのですか？私はそんな方とは、いい仕事はできると思わない。争い事が嫌いな俺は、話を遮るようにこう言った。僕のことはもういいですから、ほのかちゃんが元気そうで何よりでした。佐久間社長の気分が悪くならないうちに帰りますね。正直、こっちの気分が悪くなる。もう首を言い渡されたのに、なんたる手のひら返しだ。俺は一人、ほんの一瞬だけ在籍した佐久間ハムを後にした。隊長兄ちゃん、待って！駅に向かおうとすると、ほのかちゃんが俺の前に走ってきた。もう離さない。ぎゅっと俺の足を両手で掴んだ。わあ、ちょっとほのかちゃん、お兄ちゃんもう帰らないといけないんだよ。弁償済んでないもん。弁償？すると、その後ろからお父さんが向かってきた。はは、ほのか、お兄ちゃんにすごく懐いているな。名前もしっかりと覚えていたしな。池畑さん、本当に申し訳ない。車に乗っていただけませんか？娘が言うように、スーツなど一式、弁償させていただきたいのです。そんな、安物スーツですし、いくらでも買えは。娘のお願いでもあるのです。どうか車にお乗りください。俺は、今度は人差し指をほのかちゃんに引っ張られて、止めてある車にエスコートされた。見るからにすごく高級そうな車だ。半ば強引に、ほのかちゃんに後部座席に乗せられた。出発進行！ほのかちゃんは白い歯を見せながら笑顔のまま楽しそうに言った。運転席からお父さんが俺に語りかけてくる。最近最愛の妻を亡くしましてね。会えると思ったほのかは病院でまた会えると思って一人で行動に出たんでしょうね。と、やはりお空とはそういう意味だったんだ。聞けば奥様を亡くされてからのほのかちゃんは現実を受け入れられないのか、いても立ってもいられず、自分の記憶を頼りに一人で都営バスへ出かけ、病院に行けば他界したお母さんにもう一度会えるはずだと信じていたという。病院を発見できた時嬉しくなって危険な車道に飛び出したのはわからないでもない。ここでほのかが事故にでも遭っていたら、私はもうどうしたらいいかわからないでいたと思います。さらに聞くと、とても優しいお兄ちゃんができ、事故に遭いそうになって助けてもらったことも報告を受けたという。僕も一人っ子で、一昨年母を亡くしました。今や家族はいません。なんと、せっかく入社した佐久間ハムは信用を得られずクビになりましたし、これからまた仕事を探さなければなりません。そうでしたか。これも何かの縁。池畑大地さん、うちの会社で働いてみませんか？うちの会社って、三沢商事にですか？三沢商事は一流商社。俺の第一希望だったが、過去に一度落とされている。大地お兄ちゃん、お父さんと一緒に働いてほしいな。ほのかのお願い。ちょっと、ほのかちゃん。人見知りな娘もすごく懐いてますしね。池畑さんだったらきっといい商社マンになれるとお見受けしましたよ。また、うちの入社式は4月10日ですから、滑り込みで都合をつけさせていただきますよ。身に余るお話です。涙が出るくらい嬉しいです。では、うちに来てくださるということで。ちょうど赤信号で車が止まっている間、俺と三沢専務取締役は固く握手を交わした。勢いよく、弁償と、ほのかちゃんは握手してる手の上に小さな両手を乗せた。俺は三沢専務取締役に弁償という形で高級なスーツを3着とワイシャツを3着、革靴とカバンを1つずつ買っていただいた。3倍返し以上だ。そこには俺に対する今後の期待も大いに入っていた。こうして俺は
巡り巡って第一希望であった三沢商事に入社した。たとえ天地がひっくり返っても今度の入社式には地を這ってでも行くと心に決めていた。4月10日三沢商事の入社式だった。紆余曲折あったこんな俺がこの日から商社マンになった。とても働きやすく、想像以上に職場環境は自分とマッチした。意識が高い人と接することで、おのずと俺は笑顔になる。やはり、人と接することが好きだ。たまにほのかちゃんが、父、三沢専務取締役のところに遊びに来る。一番甘えたい時期だ。そして決まって、俺がいる部署に遊びに来ては話しかけてくる。専務とほのかちゃんと、俺と三人で、食事に連れて行ってもらうことがある。決まってほのかちゃんは満面の笑みで、弁償という。食事で弁償とはこれいかに。俺とほのかちゃんは共通点がある。まずは一人っ子。俺は、一昨年前の夏に、そしてほのかちゃんは最近になって母を亡くした。歳は一回り以上離れているが、なんだかお互いに分かり合える部分があった。ほのかちゃんは、俺を優しい兄のように慕ってくれている。母が他界してからは、優しく、強くを肝に銘じて生きるようになったが、ほのかちゃんを見ていると、なんだか笑顔になる。時として、俺以上に強く、優しい妹のように思える。だんだんと大人になっているのだ。はい、大腸兄ちゃん、バレンタインデー。義理じゃないよ、本命だよ。それはすごいな。大事にいただくよ、ありがとう。小学6年生となったほのかちゃんにバレンタインチョコをもらった。意味をわかっているのか定かではないが、一応本命チョコらしい。俺はいただいたチョコレートをカバンにしまい、家に帰った。早いもので、もう三沢商事で働いて4年の月日が経つのか。ほのかちゃんが一生懸命作ってくれた手作りチョコだった。ハート、スペード、ダイヤ、クローバーと形はおなじみトランプのあのマーク。すごいな、よくできてる。面白い形だ。面白い形。あ、ふと思い立った俺は家の机の引き出しから母の最後の手紙を出して読み返した。誰にでも優しい人でいてね。きっと面白い形で帰ってくるから。面白い形か。ふとした親切から今ではたくさんの面白い形で帰ってきたものだ。これからももっと強く、もっと人に優しく生きていきたい。お菓子作りなんてやったことのない俺は書店で一冊の本を手にした。俺も面白い形で返そう。ほのかちゃん喜んでくれるかな。お返しのホワイトデーは人生初の手作り焼き菓子に挑戦する。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。